はい、どうも、そらです。ということで、今回は配布のブルー悟空使いながら、明日から始まる3周年のお話もしていきたいと思います。ということで、なんかね、こいつついでみたいになっているんですが、こいつ結構ね、実は性能的にはね、面白くて、まあ、ステータスはね、まあっていう感じで、特にここら辺はまあ普通かな。別に弱くもなく強くもなくっていうところなんですけども、アビリティのね、この支援アビをこいつは持っているんですよね。で、クリティカル発生率 10% アップによだめも上げてくれるということで、まあさすがにね、なんて言うんだろう、バーダックとかほどではないにしろ、かなりね、いい援護性能を持っていて、で、このクリティカルがね、実は髪の切り気には結構嬉しくて、アビ枠としているこのゴッド悟空、こいつが、基礎クリティカルも HP も上げてくれるんですよね。で、かつ、この神の木っていうパーティーは、まあ、こんな感じの編成にしている場合だと、クリティカルどこだ？これだ。はい、こんな感じでね、かなりね、こいつ以外は高いんですよ。本人以外は高いんですよ。なので、こういった感じでね、結構ね、そのクリティカル率を上げて、で、かつね、基礎クリティカルも上げてという編成にすると、もしかするとね、バドス経由と同じような感じでかなりのね、効果力を出していけるんじゃないかという風に踏んでいるので、まあ、明日になるとね、神の木の紫枠は多分ね、レジットブルーにね、またね、取られてしまうんじゃないかとも思うんですが、今日はね、ひとまずね、こいつが今のね、紫枠としてどれだけね、やれるかというのを実験していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、試合の方に移りますが、良ければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、ということで対戦よろしくお願いします。お相手は根血ですね。で、バドスを警戒されたのか、なんだっけ、紫ご飯が出てきてますね。これはもしかしたらね、いいかもしれないですね。この作戦ね。いや、本当はね、紫悟空ね、根血相手にめちゃめちゃ出したくなかったんですけど、まあ、やむを得ずね、出したところ、まあ、うまいこと刺さってくれたみたいな感じで、ちょっと今ミスりましたね。はい、ちょっと話しながらね、早速ミスったんですけど、まあ、悪くないダメージではあるかな。うん、ブルー悟空序盤そんなに火力出ないキャラだけど、それでこれだけね、あ、ごめんなさい、削れてるので、まあ悪くないのかななんて気はしますね。ということで、ちょっとゆらゆら行き、一旦見て、ちょっと回避専念しようか。タックル来たらそのままキャラチェンアスとかでいいかな。あ、相手の方が早かった。残念、ちょっと受けちゃったので、ここは我慢するんですけど、思ったよりやっぱりね、 HP 上げもあるからか硬いですね。うん、これは悪くない。痛いそれは痛すぎる。回避入れようか。メイン相手変えてくるかな。あ、ギャリック砲来る。回避、単発でいなされる。じゃあブルー悟空チェンジ、これ入るかな。うん、入りましたね。じゃあちょっとつなげていき、残念ながらここまでと。一冊かぶせたいな。ほっ、あ、ミスった。やらかした。痛いな。さすがにちょっとこれ痛すぎるんで、復活悟空チェンジしましょうか。あ、で、そうだ、3周年の話全然してなかったんですけど、3周年ね、無事ね、神の木はね、2体いきますね。そして待望の赤枠にリミテッドのザマスということでね、むちゃくちゃ楽しみですねやばいぐらい楽しみですねこれもちろんね、僕はね、もう GT はね、あんまり追う気がないので、もうザマスの方にね、完璧にね、振り切ってね、今回回そうかなとは思っているんですけど、皆さんはね、どんな風にお考えでしょうか。ちょっとね、コメントとかでね、どんな感じでガシャ回しますよみたいなね、ちょっと聞けたら僕的には嬉しいです。ということで、特殊キッターと特殊なので、これ読まれないですね、多分。はい、いいですね。ということで、あとは赤ご飯をちょっとなんとかしたいなってところなんですが、復活悟空の待機が回ってないので、とりあえず回避してから、まあいいかな、もうメイン切っちゃってもいいかな。まあいいか、とりあえずタックル回避。最速はデカすぎ、これはデカすぎくんやな。ということで殴っていきながら、いいですね、十分ね、もう火力出る時間になったので、序盤からもね、紫のね、配布悟空の影だいぶ火力は出ていましたが、それがなんか後半もずっとね、継続してくれ、あ、なんか今コンボ途切れてたけど、相手がキャラチェンして入ったごめんなさい、これちょっとね、完全にね、なんかミスをね、うまいこと使っちゃってる。はい、強い。ということで、対戦ありがとうございました。いや、紫悟空強いですね。はい、というわけでね、配布悟空ね、あんま強くなかったな
あの後ね、一戦目ね、なんかね、なんて言うんだろう、まあ、運勝ちした後ね、ちょっとね、ひどい感じにね、ボロ負けとね、ちょっとあまりのね、ボロ負け具合に、ちょっとね、心が折れてしまいね、もう結局ね、後付けで最後やっております、ということでね、うん、あまりね、強くありませんでしたので、ちょっと明日来るね、紫の新ベジットブルーに、皆さん紫枠としては期待しましょう、ということで、明日なんですけど、まあ、それこそね、まあ、ガシャのメンテが入ってるので、まあ、間違いなく来るのかな、というところで、で、17時かな、夕方の5時からガシャが解禁されるということなので、その段階でね、ダブルステップアップで来るようなんですけども、基本的にはね、やっぱりGT 追いたいなっていう方、今回っていうか、これまでの、悟空4とか、ベジータ4とか、スーパー17号とか、そこら辺をね、しっかり作ってた方は、まあ、ぜひともね、GT の方を引いたらどうかなというふうには思っております。うん、ゴジータ4がね、見た感じの性能むちゃくちゃ強そうなんでね、ほんとそれだけでね、もう環境支配できるぐらいのね、強さがありそうだったので、そこはね、期待してね、引きに行くのもいいかな、なんて思います。で、あとは、合体戦士、うん、合体戦士組みたいなーって人はもちろん、あれですね、もう一つの未来編ですね。あっちがね、一応ね、3体ともね、合体強化にはなっているので、まあ悪くないかなというところですね。一応ね、ゴジータ4が欲しいって方は、両方引かなきゃならないかなとは思うんですけども、まあ一応ね、どっちかしか引けないという方に関しては、最悪ね、未来編の方にね、全力突っ張でもまあいいのかななんていう風には思いますね。さすがにね、合体3体いるんでね。どっち引いた方がいいかななんて思います。で、母体でちゃんとゴジータ4、まあ一応周年期間中に当てれたら、あとはね、リミレットマルチで、ね、コツコツ育てていくみたいなのが一番なのかなと思うので、そんな感じで引くのがいいかなと思います。で、僕と同じくね、神の木を使う方はもう一択ですね。うん、ゴジータ4がね、いかに欲しくてもね、ちゃんとね、我慢した方がいいんじゃないかなと思います。ほんとね。うん、変にね、両方同じぐらいだけ引くとかやるとね、神の木全然多分強化できないと思うので、しっかり引きましょう。特にね、待望の赤枠、リミテッドザマスなんでね、できればね、やっぱね、6突はね、しておきたいなーっていうようなね、感じだとは思うので、あのキャラ見た感じね、落ちバフみたいなのもあるので、ある程度耐えれて落ちてくれるとありがたいなーっていうのと、アタッカーとしてもね、使えそうな部分もあるので、まあ、突は結構重要かなと思うので、そこら辺はね、しっかり意識した方がいいかななんて感じましたので、参考にしてみてください。ということでね、ひたすらにね、明日が期待ですね。もちろんね、僕もすぐガシャは引こうかなと思うので、それもね、しっかり動画にした上で、新キャラ使ってみた。即出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ試合の方はね、まあなんかね、それとなくね、まあ、ああやってこうやってみたいな感じで続いているんですけども、うん、やっぱりね、なんだろう、その経由したところでそんなにね、強さを感じないなーっていう部分がとても大きいですね。で、まあこの紫悟空自身は案外ね、射撃火力自体は出る。打撃は全く出ない。うん、射撃火力自体はまあまあ出るっていうのと、あと、なんだろう、7突にしてはまあ硬いかなっていう印象はあるので、まあ貫突した時にはね、結構そこそこの硬さを持った射撃アタッカーにはなってくれるんじゃないかなと思うので、まあ無課金の方とかであれば全然ね、使えないというスペックではないかなと感じるので、そこは一つね、考えたらいいかななんて思いますっていう感じで、射光棒上げみたいなキャラクターが多いので、射撃についてはそこそこ耐えてくれてましたね。はい、で、チェンジされたのはシャンパがしっかり相手のコストアップとドロ速ダウンで止めてくれると優秀ですね。で、つらえてくれたので、これはもう連射で落ちと。ということで、あとはまあ、それとなく雑にやって、回避使わせれば勝ちなんで、とりあえず連射と。で、使わせたので、ここはもう勝ちかなってところなんですけど、うん、こうやって変に突っ込んでこられなかったので、場に回復しちゃいましたね。これミスですね。ということで飛んでくるんですけど、さすがにね、ここまで来るとシャンパーの方が強いので残しちゃいますと。いや、この時点でね、紫枠としてのアタッカー、っていうね、ちょっとね、疑問がね、残りますね。というところで、ちょっと読んじゃったので、そこから繋げるんですけども、とりあえずいなして、ここでキャラチェーン特殊が入ってくれて、あとはもうドドドッと打って終わりですね。ということで、まあね、紫悟空が強いというよりは、シャンパーが強い、みたいな試合でございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか？いやー、ようやくね、周年もね、明日から始まるのでね、その前のキャラとしては、まあ、配布キャラとしてはね、かなりね、優秀な部類かなとは思いましたけど、うん、完全にね、ガチパとしてね、運用するようなキャラではないなっていうのは、昨日のゴッド悟空と一緒ですね。まあ、ただね、全然無課金の方で、こいつそれこそ貫突とかして、で、
うん、1万位とか、まあ、4桁とか目指すという分に関しては、まあ、全然優秀かなと思いました。苦手とか、カマロゼとかザマスとかそこら辺が全然ね、凸が低くてっていう方は、こいつの関東凸化とかまだ強いんじゃないかなっていう感じるぐらいのスペックはあったので、そこは参考にしてみてください。ただ、明日出る、紫のベジットブルー。これね、めちゃめちゃ性能見る限り強そうなので、それがね、紫枠としてはぴったりハマってくるのかなっていう印象もあるので、そこもね、またね、動画出したいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。というところで、今回はこれで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画で。バイバイ。